ミッシェル・ファブリツィオは、イタリア・ローマ出身のオートバイレーサー。現在、スーパーバイク世界選手権に参戦中。6歳の時にミニバイクのレースを始め、ティーン・エージャーになる前に、いくつかのタイトルを獲得した。2001年には、イタリアカップと、アプリリリアチャレンジを制し、2002年に、ジレラのマシンを買って、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、デビューを果たし、 そこそこの成功を収めた。2003年には、スーパーバイク世界選手権の閉鎖イベントであるフィム、スーパーストック1000カップに参戦し、チャンピオンを獲得した。2004年には、WCM チームから、モートジッピークラスにデビューを果たした。しかしシーズン終了まで参戦を続けることができず、シリーズランキングは22位に沈んだ。2005年シーズンは、 スーパースポーツ世界選手権に、ホンダのワークス仕様の CBR600RR を買って参戦した。勝利を挙げることはできなかったものの、12戦中9戦で、トップ5位内に入る安定した走りを見せ、シリーズ5位の成績を収めた。2006年、翌2006年、ファブリツヨは、DFX チームから、プライベーター仕様のホンダ CBR1000RR を、借り、 ベテランのピエール・フランチェスコ・キリのチームメイトとしてスーパーバイク世界選手権にデビューを果たした。デビュー戦のカタールではレース1で5位、レース2で8位という成績を収めた。第7戦ブルノでは10番グリッドからスタートしたファブリツ用はハードコンパウンドのタイヤを選択しており他のライダーが終盤にペースを落とす中最後まで安定したペースを保っていた。 レース1では終盤にアンドリュー・ピット、トロイ・コーサー、ハガノリウキをパスし、自身初の3位表彰台を獲得した。レース2ではさらに調子を上げ、終盤にジェームス・トスランドをパスし4位に上がると、その前方で2位を争っていたハガとコーサーにも、追いついた。コーサーがハガにオーバーテイクを仕掛けた時に、ファブリツィは、その2台のさらにインに飛び込み、マシンをスライドさせ、 ほとんどハガに当たりながらも、ごぼう抜きに成功。この時点で、自己最高位となる2位表彰台を獲得した。その後ファブリツィオは、第9戦圧戦でも3位表彰台を獲得し、シリーズランキングは11位で、デビューイヤーを終える。またこの年には、負傷したトニエリアスの代役として、モートジッピーのグレジーニレーシングから第8戦、イギリス GP にエントリーしたが、 プラクティス中に転倒し鎖骨を骨折してしまった。2007年2007年も DFX チームに残留。ブルノでの3位が唯一の表彰台となったが、前年と同じシリーズ11位を記録した。またこの年も再び怪我を負ったエリアスの代役として、グレシーニチームからモートジッピー第10戦ドイツ GP に出場し、10位入賞を果たした。 2008年2008年、ファブリツィオは、ワークスのドゥカティゼロックスチームに移籍し、トロイベリスのチームメイトとして、新型のドゥカティ1098を狩ることになった。第2戦、フィリップアイランドのレース1では、スタート時に、大クラッシュに巻き込まれ、足を負傷したにもかかわらず、赤畑掲示後の再スタートで3位表彰台に立つ、活躍を見せた。 第4戦、圧戦で2レースともにタイヤを経験した後、すぐ、ファブリツィオはこのシーズンが始まってから悩まされていた、腕上がりの症状を治すための手術を受け、無事成功した。自身初の渡米となった第6戦ソルトレイクでは、予選でフロントローを獲得し、レース1では1周目に11位まで落ちながらも3位、表彰台を獲得、続くレース2でも再び3位を獲得する活躍を、 見せた。その後得意のプルノで3位2位のダブル表彰台、第12戦バレルンが最終戦ポルティマオで2位表彰台獲得などの活躍により、これまでで自己ベストのシリーズランキング8位に入った。またチームメイトのベイリスはチャンピオンを獲得し、このシーズンをもって現役を引退した。2009年2009年、ファブリツヨはドゥカティワークス2年目のシーズンを迎えた。 引退したベイリズに代わり、ヤマハから移籍してきた、ハガノリウキをチームメイトに迎えた。第5戦モンザのレース1では、トップを走っていたベンスピーズがガスケツでストップしたことに助けられた形であったが、ファブリツヨは94レース目にして、SBK 初優勝を果たした。その後もコンスタントに表彰台を獲得し、第12戦イモラで2勝目。 最終戦ポルティマオで3勝目を挙げ、スピーズ、ハガニツグシリーズランキング3位を獲得した。再びモートジッピー代役参戦8月10日、原因不明の貧血と遺炎に悩まされていた、ドゥカティマルボロチームのケイシーストーナーが無効参戦を欠場することが発表され、その代役は、サテライトチームのプラマックレーシングから、ミカカリオが移ることとなった。 そしてそのカリオの穴埋めとして、ファブリツヨは、プラマックチームで、ルカティ・デスモセリジを狩ることになった。しかしモートジッピー復帰戦となった第11戦チェコ、GP の決勝レース、腕上がりの症状が再発してしまったファブリツヨは、わずか7周で、ピットイン、危険となり、大約参戦は、この1レースで終了となった。2010年、2010年も、 ハガと共にデゥカティワークスに残留し、スーパーバイク選手権に参戦したが、第6戦キャラミのレース1での1勝に止まり、シリーズランキング8位と前年ほどの活躍は果たせなかった。2011年2011年シーズン、デゥカティは SBK へのワークス参戦を行わないこととなったため、ファブリツィオは鈴木ワークスのアルスターチームに移籍した。ありがとうございます。